れぞれの国の文化、日本の文化への視線や城の捉え方が本当に様々で素晴らしい作品が集まりました。以上、ファイナリスト作品20作品をご覧いただきました。続きまして、今年の招待アーティスト2名の作品を上映いたします。昨年度のグランプリ、中国からリセイ、そしてリオンの光の祭典など、プロジェクションマッピングとレーザーを組み合わせた表現で世界中の注目を集めている、フランスからヤン・ウンゲマー、ゲストクリエイターによる世界レベルの作品をお楽しみください。どうぞ。
ストポップクリエイターの作品はいかがでしたでしょうか。